チャレンジャー1、チャレンジャー1、カイ v 4 0 3 0 4チャレンジャー1は、イギリスが開発した第3世代主力戦車である。現在は、改良型であるチャレンジャー2と、世代交代している。1960年代は、国際共同開発で新規核戦車開発が、試みられた時期であったが、共同開発車両は、新規技術投入を優先し、 開発費用や量産化時点で想定される生産コストや性能面で各国のニーズにあったのを開発、供給できない傾向を示した。結果、普通、制毒共同計画はそれぞれ AMX-30 レオパルト1という独自の企画に帰結し、レオパルト1からの更新時の制毒、マイ共同計画の MBT-70 は試作車両製作した段階で頓挫するに至った。 イギリス陸軍は、古都戦車開発に関しては極めて保守的であり、センチュリオンやチーフテン開発時と同様、むしろ既存の技術体系に一部改良を加えた、信頼性にたる堅実な設計を新世代車両に要求た。同時期、対イイン向け輸出用戦車の計画があった。当時王政であり、イギリス本国とも比較的良好な関係であった、イラン向けの輸出用で、 シール2として開発を進めてられていたものである。当時のシール1としてチーフテンを採用していた同国は、次期主力戦車もまた、イギリスに発注した。イギリスは主力戦車、チーフテンを叩き台として開発を進めていたが、イランイスラム革命によって発足した新政権はイギリスへの発注をキャンセルにし、計画は宙に浮いた状態になっていた。結果、 その計画に着目したイギリス陸軍が同計画を次期主力車両開発計画にシフトしたことによって本社の第一世代であるチャレンジャー1の開発に繋がることになった。同時期の第三世代主力戦車のトレンドであった 120mm 後継戦車砲の搭載と防御力重視の車体構造はすでに船内のチーフ店で先取りして実現していたため主な改善点は 動力部を含む足回りの強化及び口述される複合装甲にあると言われる。それ以外の車体の基本構造は基本的に地位付定を発展させたもので特番新しい技術は見当たらないと言われており逆に言えば既存の成熟した技術を採用することによって比較的低コストで開発でき堅実で信頼性の高い戦車に仕上がっている。 冒頭前、側面装甲に、チョバムアーマーと言われる走行を採用している。チョバムアーマーとは、中空走行内部に、ハニカム構造のセラミックス等を挟んでいる、積層、複合装甲の一種とされている、詳細な材質については、他の複合装甲同様に一様の軍機扱いであり、開発当時国であるイギリスから直接技術を購入しない限り開示されないのが建前である。 積層装甲の特徴として、通常の鉄鋼弾のみならず、整形作薬弾の運動エネルギー総裁にも効果を発揮する。ちなみに、NATO 加盟国による合同軍事演習の時、各国の戦車兵たちは、自国の戦車が最も良いと言いつつ、実戦では何に乗りたいか、と問われた際に、チャレンジャーに乗りたいといった戦車兵が最も多かったという逸話が生まれたのも、 この走行から来ている面が大きい。しかし、いくつもの素材を重ねる特殊上加工時の柔軟性には期待できず、それまでの戦車に多用されていた鋳造による局面加工には向かない。したがって、外見的に平面で構成されていたため、登場当時には丸みを帯びたチーフテントは対照的な新世代戦車であることを周囲に印象づけた。また、 車体全面にその走行が施されているわけではないため湾岸線装置などは追加走行で対応したまたチャレンジャー1では砲塔右側面から正面にかけての部分に暗視装置が配置されており切り欠けがある部分には施されていないそのため施されていない部分の防御効果については疑問視されていた湾岸線装置には蒸気の理由も鑑み 追加走行が施された。主な追加走行は、車体の前面とサイドスカートの改善であり、内容は爆発反応走行であるとされている。当初チャレンジャー1は、1987年に西ドイツで開催された CAT-87 と呼ばれる、ナト o 諸国6カ国の機構部隊が参加した、戦車射撃協議会でのスコアが芳しくなたことから、その性能を疑問視されたが、 湾岸戦争時に200両近い落軍戦車を一方的に撃破し5000メートル離れた T-55 を撃破するといった戦果も挙げたことから一躍賞賛が寄せられることとなった。ちなみにトップクラスの第3世代戦車の命中限界は約3000メートルと言われており、たとえ相手が旧ソ連製の古い戦車であったとしても5000メートル先の目標に 命中させることは非常に困難である。イギリス軍においてはすべて後継のチャレンジャーにへと交代して退役した。退役した318両がヨルダン軍に引き渡されアルフセインの名称で呼ばれている。ヨルダンの原告王であるアブドゥッター2世はイギリスのサンドハースト王立陸軍士官学校に在学中にチャレンジャー1の操縦や指揮運用を習っており、 自分で操縦することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。